皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、先延ばしにしていいことなんて何もないということについてお伝えしてみたいと思います。自分の特に苦手な領域とかのお仕事とか、あとはまあ頼まれ事の用事とか、いろいろあると思うんですけれども、私自身も自戒してね、それは思っていることなんですけども、先延ばしにしがちですよね、そういう案件っていうのは。で、先延ばしにするとですね、もっとやりたくなくなっちゃうんですよね不思議なことに。なので、いろんなタイプの方ねいらっしゃると思うんですけれども、朝一で苦手なことを取り組んでよしってなってから得意なことをさーっと仕上げるっていうことで、あとは軽やかにやるっていうのが向いてるタイプの人と、先にこう得意なことバーってやっちゃって気分が乗ってよし処理ができちゃうよっていう勢いに乗って苦手なことをやるっていう、タイプとね2パターンいるんですけれども、ケースバイケースですけれども、私はそうですね、やっぱ嫌なことっていうか、これはちょっとしんどいな、神経的にも時間的にもっていうのは大体先にやる方ですね。はい、潰しちゃって終わらせて忘れるみたいな、そういう感じです。で、大概自分が重たいと思ってることって割と大事で、残念になっちゃうような要素をはらんでることが多かったりするので、先延ばしにしていいことって何もないんですよね、基本的に。特にこれの最たるものはクレーム処理ですね。クレーム処理はどの仕事を置いてでも、一旦手を止めてでも、最優先最善にきちんと処理をしなくてはいけないのがクレーム処理になります。で、それを後回しにするともっとクレームって大きくなって、二次曲線的に大きくなっていっちゃうので、この目を早く摘むっていうことが平常運転をしていく上では横から入ってくるものです、クレームっていうのは。で、それでも平常運転していく上ではやっぱり一番最初に着手して、きれいに平常運転に戻せるように対応していくっていうことが必要になります。当然メンタル的にもマインド的にも乱されることとかもね多いんですけど、なるべくその処理の時間を少なくして、かつ、お客様がねいる場合にはそのお客様の状態を最優先にして、どうにか対応して、なるべく沈下速度を速くするっていう、それで捉える。そして終わった後は自分自身も終わったので、そのことはあまり思い返して考えない。新しいことをやっていく時のネガティブ要因になって、ブレーキかかっちゃったりすることとかあります。だから基本的に私のおすすめは、先延ばしにする方が良くないことが多い、ケースが多いです。だから、じゃあこれちょっとな苦手だしな、先に伸ばそうかなって思うものほど先にトライしてどうにか潰していくっていう、この習慣があるっていうのはいいなというふうに思います。これは私自身もできてる時とできてない時があるので、自分自身の反省も込めて本日はお話をしてみました。それでは。